こんばんは。これから焼肉をおごることになってしまった元男の子の青木かのんです。ちょっとあなた何とかしてくださいよ。武蔵小杉のですね、幻の和牛尾崎牛を食べれるという丸子屋さんに来ました。個人的に私が一押しのお店なんですけども、行きましょう。捉えてくださいよ。お忙しい中、私のゴミ屋敷の搬出作業をお手伝いありがとうございます。いやいやいや、全然いいですよ。焼肉を食べれるんで早速ちょっと注文していきますか。そうしましょう。ちょっと待って、めっちゃ食い気味。もうテンションがやばい、怖いよ。こちらの丸子屋さんで幻の和牛 A5 ランク食べ放題2人でしたら一体いくらかかるのかっていうのをやってみたくてですね。待って、やばい、値段がちょっと、やばい、ちょっと待って、1人前です。あ、はい、お願いします。はい、とりあえずこれで大丈夫ですか。あと、あの焼きすきってやつあるじゃないですか。おすすめですね。はい。じゃあそれでお願いします。あとですね、おすすめの方で、はい、焼き牛の刺しが回ってるお肉をおすすめしてるんですけども、刺し、本日は友三角座布団とか有名なミスジとか。あ、はい、はい、あ、じゃあ、はい、じゃあそれも、はい、お願いします。今日はありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。ちょ、おぉ、やります。下にやらさせていただきます。焼き好きのカレーです。焼き好き、おっしゃっていただければ焼き好きは焼きますので、おっしゃってます。いいんですか。はい、社長様が今回いらっしゃって、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これが伝説のダチョウの卵です。いやいやいや、焼き好き、うわ、いや、ちなみにこれってどのお肉から食べるのがおすすめですか。赤身から召し上がっていただけます。赤身から、はい、したらこっちからか、はい、タレなんですけども、タレっていうかは柚子胡椒、わさび醤油、岩塩、岩塩、丸子屋さんのタレです。うわぁ、やばい、やばい、いただきます。うん、うわ、おいしい。掃除してよかったですか。やってよかった。歩くエステロマシン。あ、そうですか。そうなんですか。あ、すごいのが赤身なんで、すごい肉肉感があって、歯応えもちゃんとあるんですけど、はい、サクッとすぐ切れる、うん、ちょっとこれはあれですね、寿司が強い、さっきよりは、うん、おー、ナイスカメラワーク。エロいよー、エロいよー。肉、はい、これを裏返す時が勝負ですよ。汗をかいてある裏返すんですよ。いける、もういける、いけ、うぇい。ちょっとテンションが分からん。いいのかな、こんな。いただきます。うんうんうんこれさ、うまい。うまい。違う、我々が出会ったきっかけって、もしかしたら視聴者さん知らない方いらっしゃると思うんで、最初に結論から話すと、すごい私が好きな YouTuber さんだったんですよ。いやいやいや、ちょとんでもございません。お会いしたいテンストたちが DM 送った、しかも変な DM で絡んできたんですよね。最初なんか突然何の絡みもなかった人が DM で気持ちええってきて、何のことと思って、私も気持ちええって返したんですよ。こいつできるって私も思いましたね。わさび醤油、はい、私もわさび醤油で。マグロ、マグロ。いや、お肉、うん、マグロ、お肉、お肉、マグロ、尾崎牛のマグロみたいな。なんすか、尾崎牛のマグロって。何々何日にお会いしたいです、で一緒にご飯しませんかって言って、本当に駅前で待ち合わせしたんですよ。本当初対面ですよ。その時私どんな感じだったんでしたっけ。なんか駅で待ってたんですけど、見た瞬間なんか手がこんなになってて、ケロケロ娘ちゃんですかみたいな、やばい人だったんですよ。めちゃめちゃ突っ込めなくて、私はこれ意味があったんですよ。初対面の人に向かって挙動不審な手の動きをしたら、相手はどんなリアクションを取るかっていうのを一人で検証してたんですよ。知らなかったですよ。そしたら無反応だったんで、はい、初対面の人にやるべき検証ではないなと思います。なるほど、それで学んだと。私の片思いで終わったんですよね。 DM ではあんなに意思疎通確かにポケモンの名前みたいな。確かに、ビブかぶり、エッチね。監督さんやめてくれもらえますか。カノンさんから影響を受けまくっちゃってるんですよ。私こんなんじゃないですよ、本当は。そこは私の名誉回復のために言っておきますけども、普段は清楚です。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。もう本当、口を開けばもうこの飲食店で言うのにはふさわしくない言葉が。あれも下枝なんて言うね。言っちゃった。あ
幸せです決めたね。これが飯テロマシンなんですよ。え食レポマシンが一言みたいなんで、もう食レポじゃなくて飯テロなんですよ。飯テロマシン、いかにこの人が食べてるお肉を食べてみたいって伝えるかどうか。うん、美味しい、柔らかい、甘い。いや、なんかそれぐらいしか言ってないですよ。これやばくないですか？厚さがやばいっすよ。ちょっとこれはあれですよね、あんまり良くないかもしれないけど、生でも食べれちゃうじゃないのって思うぐらい新鮮、はい、ですね、これね。武蔵小杉来たら皆さん来てほしいですね。なかなか来れないですよ。でも私も来ませんけど現実に戻されるこれはちょっとやばい。このめくるとき私はすごい自分をかっこいいと思っちゃうんですよ。おこれ、この時決まったね。結構決まったね。これは何だろう。塩じゃないですか、お肉本来の。それだけの厚さがあれば甘い。いただきました。それ言っちゃダメじゃないですか。あ、そうか。どうですか。甘い。言っちゃダメなんですって、だから二人とも。そう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 、うん、これじゃ私の特許だ。どうすればまた後。はい、ね、焼肉奉行とかでもなんでもなくて。あ、そうなんですね。本当にただ楽になってほしいだけ。楽になってほしい、確かに楽ですよ。めちゃめちゃ何もしないですから私。そう、好きなんですよ。おもてなししたいみたいな感じ。したい。岩塩と岩塩とわさび。岩塩とわさび、はい。くださいね、食レポの何か。今まで甘い、うまいしか聞いてないんで、お願いします。聞こえました、今の喉の鼻音。全然聞こえないです。ごっくりなる。今のが飯テロ。おもてなしする方には座布団敷いてあげましょう。サラサラサラ。これやばいですね、すぐ焼けちゃいますんで。うわ、ヒギ座布団。え、座布団返しとか言うのかと思った。座布団返し。今だ。うわ、どうですかこれ。これも見てください、いきますよ。うーさらっとつけて、さらっと、はい、歯と歯が喜び合ってマイムマイム踊ってるんですよちょっと見たことない色ですよ、これ何ですかこれ。うーん、白い、うわ白、はい、この状態となってる。はい、なるほど。これお店の方からアドバイスもらったやつです。はい、じゃちょっとわさびをつけて、いただきます。流れていく、流れていく、さーっと。やばいですねこれ、ちょっと。え、あ、これは。あ、うまい。いい、嘘でしょ、今のためでうまいはないでしょ。社長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当美味しい。めちゃめちゃ。ありがとうございます。うわ、やっぱ、これちょっと待って、メステロマシンちょっとここで出しゃばらないようにしてちょっと一回引っ込んでもらっといて。はい、はい、尾崎牛っていうお店をやろうと思ったきっかけっていうのは、僕はじめ尾崎牛お客様です。お客さんだったんですね。はい、アレルギーがほとんど出ないと思います。ちょっと重い病気の方とか、あとはお年寄りとか。お年寄りの子供たち、はい、食べてもほとんど大丈夫。はい、なんかびっくりしたのが、なんかいっぱい食べても胃もたれ次の日しないんですよ、はい、そうですね。それがびっくりしました。27度ぐらいだと思います、体に残らないですね。なるほど。そっか、35、6度ですもんね、我々平熱は。あ、そうですね、はい。結構混ぜちゃって大丈夫ですか。はい、好みで。はい、いやー、独特の焼き方。何ですかこの、なんか強すぎるの。何ですか焼き付きのやり方。うわ、いただきます。これは食レポ中大ですよ。ちょっとこれ期待感が高まってどうしよう。たっぷりつけて失礼します。すごい。ちょっと待って、これ私追い詰められてるぞ。甲子園のスターがプロ野球デビュー1試合目に受ける重圧と同じような重圧を私にさせないでくださいよ。そんなに重くないです。重くないです。そうだ、ちょっと、うわ、いただきます。
チラッと見ます。うまい。結果うまい。それ以上のことを言ってしまうと安っぽくなってしまう。なるほど。失礼なんですよ。小田切友に対して。何回してる？何回言ってる？ありがとうございます。すいません。ちょっとやっぱ違いますね。これの効果なんですかね。いやでも私はやっぱり自分流を貫く今までこう生きてきたんで、別にすぐ影響されるとかそういうのはしないですよ。そうですか。されすぎ、されまくってるじゃないですか。さっきもやってましたよ。え全く見たことのない動き、しかも慣れない手つき。これはまず食べてます。 ありがとうございます。乗せ方も真似しない。なるほど。ちょっと端っこの方にこうちょこんと乗せるという。社長の影響めちゃめちゃまあ美味しいよそれ。カルビみたいな感じのお肉ありますか、はい、ちょっとマネージャーさんにも。あ、はい、これ動画ちょっと映らないんですけど、あ、本当ですか。座布団めちゃめちゃ美味しいんで、座布団いきます。わー、お待たせします。トークも考えられる余裕もできるし、企画も考える余裕もできるんで。確かに。お、来た、来ましたよ。マネージャーさんのご飯です。マネージャーさんのご飯。ちょっとこれやばいっすね。え、めちゃめちゃ美味しいですか。すごい。いいんですか。サービスだそうですよ。卵。ありがとうございます。焼きます。わあ、本当ですか。お願いします。うーん。あ、もう綺麗。芸術。これ嫌だな。今日初ご飯ですので。初ご飯。すみません、車運転。いただきます。はい、どうぞ。おい。笑っちゃってるもん。もう美味しいですよね。美味しい。ねえ、ちょっと涙逆にリアクションに困る。タレをつけた後にちょっと乗せてみてください。なるほど。ほう、タレをつけた後に乗せるってまた新しいですね。新しいですね。僕は幸せ者ですね。いや人生の終わりみたいなの。やめてくださいよ、ちょっと怖い。ご飯に乗せていただいて、胡椒をその上にちょっとだけ乗せていただいて、ちょっとだけ、はい。輝いてます。今日黒松美さん、今日どうでしたか？めちゃめちゃ美味しかったですね。まずですか、もう一回ですか？あと一個ぐらい。ちょっと食べちゃうかなみたいな。人のおかげだからって。あと一個ぐらい食べちゃうかなみたいな。だってもらったじゃないですか。まあ確かに、はい。じゃあ満腹だけどもうちょっと思いっきりなんか軽く食べれるのも小さめに。めっちゃいいと思います。さっきカラビ食べたじゃないですか。握りとか。握り。何個いきますか。任せます。任せますよ。任せますよ。いいね。お寿司って。そうすごい。ちょっとそれは気になるからナイスチョイス。結局あれじゃないですか、マネージャーさんも一貫食べてもいいですか。あ、確かにそうですね。ちょっとこれはもう私はマネージャーさんにもちょっとお礼を。おお、本当にいいんですか。出動。すいません、あの右なんですけども、あと一貫追加で3つお願いします。三貫ですね。これはちょっと待って、やばい。え、これはちなみに何のお肉なんですか。サルイン使用してます。サルイン、どうぞ。どうぞ。いいですか、いいですか、失礼します。どうぞ。すごい。食レポマシ、あ、飯テロマシーンの青木いきますよ。これも私が食べたらもう。これわさびですか。はい。おお、いただきます。いやいや、ちょっとカメラ内で。うまい。ごちそうさまでーす。頭が変えちゃった。クレジットって使いますか。美味しかったから。そうですね、美味しかったですし。せーの、せーごちそうさまでーす。めっちゃ覚えた。めっちゃ美味しかったです。まだな。なんだこれ。さあ結果発表していきます。丸子屋さんで食べ放題したら果たしていくらかかったのか。お値段は25,773円です。ちょっと結構いい。はい、もうほんと大満足感ある。はい、お肉がほんと食べれたっていう。でも楽しかったんで、もう全然問題なしっていうことでね。次は2ヶ月後ぐらいに。2ヶ月後ぐらいにリアルな小食かね。
少しでも面白いって思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。今回動画に出てくれたケロちゃんのチャンネルは画面の下でありますので、そちらもぜひご視聴ください。また次の動画でお会いしましょう。